プログレス M-20M はロシア連邦宇宙局が2013年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス52や 52P とも称される。プログレス M-20M は6時間で ISS とのドッキングを行う急速ランデブー方式で打ち上げられた。プログレス M 改良型の20機目の打ち上げであり、 シリアル番号は420だった。M-20M は2013年7月27日20時45分にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。これはバイコヌールで7月2日にプロトン M ロケットが打ち上げに失敗してから初の打ち上げであった。M-20M は打ち上げ6時間より短く7月28日2時26分に ISS のピアースモジュールにドッキングした。M-20M は2014年2月3日に ISS からドッキングを解除し、非道離脱処分された。打ち上げの前の週、アメリカの宇宙服の冷却系が漏れが生じたとみられ、宇宙飛行が中止されており、この問題に関してステーションの宇宙飛行士を支援するために打ち上げ、直前にプログレスに物品が追加された。 ありがとうございます。